この木なんの木、気になる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 。はい、じゃあ今日はですね、新しく池袋でやってて女の子たちに男子についやっちゃう脈ありサインについて今回も聞いていきたいと思います。脈ありシリーズ面白くない？キットキットだね男子が気づける機会にね、っていこうと思います。このシリーズ俺好きなんだけど、みんなはどうですか？では今日も行ってまいります。にゃっ、これは何の荷物ですか？コスプレです。コスプレイヤー。コスプレイヤー。なんかテンション上がりますねそうですか。はいはい、何系のコスプレするんですか？今日はイゼロのレムちゃん。好きな気になる男性とかっていますか？いや、今はいないです今までいたことはあります。そういう時にまあ自然に出ちゃう脈ありサインみたいな、そういうの聞きたいんですよ、ね、脈ありサイン。脈ありサイン、私は特になんかあえて距離取っちゃうタイプなんで。なるほどなるほど。そういうのは特にない。好きになっちゃったらもう逆にこう距離が空いちゃうってことですか？距離取っちゃいます。どういうところで距離が開いちゃいます？なんか目が見れないとか？ああ、見れないです。見れない、見れない、見れない。今ガン見されてるんで、今の段階ではヤスノのことは好きじゃないいや、 LINE も特に普通に接する感じで。なるほど。 LINE では普通が保てるかなって感じ。保てるかなってギリギリ離れた距離をうまく詰められた時にお姉さんと付き合えるっていう感じになるんですね。そうですね。チャンス逃し型でしょ？逃し型です。逃します片思い派だよね。そうですね。あ、せっかく綺麗なのにもったいないですね、理想の距離の詰め方、めちゃめちゃデート誘ってほしい誘ってほしい。なんか難しいねめんどくさいんですよね力誘った方がいいんだよね。そうです。片思いの経験とかってありますか？あ、まあ、ある、あるよね。俺もあるもん。切ないよねLINE めちゃめちゃ送るかもしれない。送る？送る。送っちゃう？めっちゃ送ると思う。結構積極的だどんなのでもいいから送るみたいな。そんなかたまいのないことでも、今日これあったよみたいな。狙って送るのか、ついつい送っちゃうのかっていうと、どっちに近いの？ついつい送っちゃうことが多い。多い。乙女だねピンクもそんな感じ。面と向かってもやっぱこんな感じな？いや、でも面と向かったら多分私もう何も喋らない目が合わせられないから可愛いねLINE 送るんでしょ？はい、送ります。あったらちょっとあってあってなっちゃう何これ脈ありサインですか？なんだろうな。私の場合でしたら、そんな脈あり脈なし関係なく結構人の目見ちゃうんですよ。なんでそれで勘違いされたらちょっと申し訳ないなって思っちゃうんですけど、どこ行こうって言われても OK しますね。ニュースが出やすいです。はい、最近恋してますか？そうですね、してます、してます。いいですね、はい、誘ってくれます？あんまり誘ってくれないんですよ。あ、そうなんだ、はい、ちょっと微妙な感じだなって感じではあるんですけど。なるほどなるほど。でも付き合う直前とかにはなんかやっぱりその時は結構言ってくれてたりしたので、それは全部 OK ってなんか言ってましたね。へー、最近はあんまり？最近あんまりなんですよ。どうしたなんか体調悪いんですかね、向こうの行きたいところを小出しにします。絶対に自分から行きたいとは言わないんですけど、なんかここ気になってるみたいなことを言って、でそれに関係するところをなんか提示してくれると嬉しいなって感じですね。なるほどなるほど、はい、ちょっと匂わすよみたいな感じ。そうですね、あんまり自分からはガツガツいけない方なので、ちょこちょこ出していく感じです、はい、ちょっと察してくれる人だったらなおいいかもしれない、ね、そうですね、察しのいい人いいかもしれないです、ね、やっぱり喋るときに目合わせられないのはよくあるし、好きな人だと。あとなんかその好きじゃない人ではベラベラ喋れるけど、はい、好きな人が入ってくるとちょっとおしとやかになるみたいな。何かありますか？喋ったり笑ったりするときに鼻口を押さえたりはするこうやって。これも行動心理学でググったら笑っちゃったりとか口元隠すと、はい、なんか気持ちがなんだろう隠れるから、どうしても好きだったら隠しちゃうんだよ今じゃあ口が全面に見えてるっていうことは俺のことは好きじゃん。いや、そんなことなんか
OL さんって感じではない。医療系。医療系ドクターじゃない、看護師。看護師、俺の母さんも看護師。普段恋してますか最近は。恋、恋全然してない。出会いがないですか。ない。女の職場だから。ドクターを捕まえようと思っても数が限られてるし。わかるわかる。みんな空いてるし。そうなんだ。あるかよ。おえ、ずっと見てる私。じーっと見てた見てた見てた。ストーカーみたいにじーっと見てる。思い出した、見てたね。そういえばその現場見てたんですか。見たんですか。ねえ、まあ、職場一緒だったからね。多分ずっと見てる、ぼーっと目で。マジで。え、それは遠目に見てるってことですか。遠目にかな。遠目だった、遠目だったかもしれないね。ついつい目で追っちゃうみたいな。なんか恥ずかしい。恥ずかしいよね。目で追った相手にこう例えばパッと振り向いたらどうしますか。パッて言ったら、あ、そうなんだ。やっぱりなんか乙女ですね。乙女なんです、意外とね。意外と。奥さんはどうですか。何かメカリサインとかありますか。メカリサイン、どう、話す回数が増えるとか。めっちゃご飯行ってますね。ご飯こう言ってるイメージ。あ、そうなんだ。恋愛事情交換組合みたいな。いや、そんなことではない。そんなに詳しくはないけどみたいな。なんか知ってるのは知ってるみたいな。誘われたら一緒に行けるときに。そうですか。高校生です。高校生、何年生ですか。3年。おーねえ、今恋してますか。うん、あ、リラしてる。恋してるんだ。いや、彼氏いるんですよ。そういうことか。ないです。今いないの。いない。好きになる人はいないですね。あら、あっちの人が私に、こっちがあっちにサイン。え、どういうこと。あなたたちが渡しちゃう脈張りサインを私は知りたい。え、ぶりっ子になっちゃう。どういうところで出ちゃうの、ブリッコ。普通に話してる時に喋り方とか声がワンと上がる。ああ、そうなんだ。上がってるのは自分でも分かるの。分かる分かる分かる。ブリッコしてるわって思っちゃう。それ気づいた時自分ではどう思う。やめようとは思わないの。キモいなって。それはなんか見たことある、ワンとワン。いや、私は、あ、私が見た時はね、彼氏いたから。うん、そうです。彼氏と長いから見たことないですね。なるほど。なんか牙生えてない。スクランパー開いてます。スクランパー。何それ。ピアス、ほら。おお、すげー。痛かった。いや、痛くない。痛くないの。何で開けるの。ニードル、ピアスの開けるやつ。こうやって。マジか。分かりたい。なんだろうな。めっちゃ構っちゃうかな。話しかけちゃうかもしれない。 あとめっちゃ顔が赤くなる。赤くなるの。恥ずかしい。なんか可愛いとこある。可愛い、え、可愛いっすよ。可愛い可愛い。え、話しかけるときはどんな話題でいきますか。話題？消しゴム落とす。消しゴム。古い古い古い。消しゴム落として拾ってもらってありがとうって。古い。なんか古い。古い。しょうがないじゃん。話しかけられないから。うん、狙ってやるんでしょそれは。うん、好きだから。覚えて。あぶ。なんだろうな、うん、ボディタッチ、ボディタッチ、ボディタッチ。マジで。ちょっとブリッコだから。やだ、ブリッコだから。やめてよ。キモい。やだ。消しゴムもまあまあだからね。そうかな。そうだよ。頭いいのかも、そういう意味で。うん、ああ、そうだよ。頭いい、頭いい。何言ってそうな顔してる。よいしょ。じゃあ、マキュアルサインはどうでした。話しかけられないが多かったのかな。なんか変わるんよね、距離感が。我々としては結構難しいよね。あの、距離が開いちゃう子もいれば、近づいちゃう子もいるから。近づいてきたら分かりやすいけど、開いたそれを見逃すよね、普通は。それにどう気づいたらいいんだろうね。普通嫌われたと思うくね。こっちから動いた方がいいみたい。嫌われてもいいんじゃない、極論。俺そういうスタンスなんだよね。行きたかったら行くし、それで嫌われたらもうそういうもんなんじゃないですか。それで行かないと後悔すると思うので、皆さんまず行動していったらいいと思います。ヤスノの意見でした。また会いましょう。トゥース東京ときめきチャンネル、また見てね。